黒は、サゲイモカンピニー製作のフラッシュゲーム。2006年4月14日にインディーズゲームとしてリリース、2007年にプレイステーション3、2008年にプレイステーションポータブル、2013年にプレイステーション4及び、プレイステーションビータ用のダウンロードソフトとして移植された。海洋生物を抽象的にイメージしたクリーチャーを操作し、海を模したステージに漂っている。 生物を捕食し成長していくことが基本となる。クリーチャーの体には炎上の部分があり、体力を表している。この炎上部分は捕食を繰り返すことで増えていき、体が長く大きく成長していく。一部のクリーチャーも、プレイヤーの操作するクリーチャーを捕食しようと襲いかかってくる。体の発光食で攻撃、闘争を判断することができる。海は、 海藻構造となっており、赤い点を持つ餌を捕食すると仮想に潜り、青い点を持つ餌を捕食すると上層に移動する。仮想に移動するほど太陽の光が届かなくなり、徐々に暗くなっていく。北米版、欧州版はトロフィーに対応しているが、日本版は北洋、来たよありがとうございます。